となんかいつもよりのなめってるの。ほっ。OK。よいしょ。そうなのよ、今日このあとラジオトークがあって、そう水曜日なのでね、でいつもはラジオトークの後に、まあ、ショールームの配信をしていることが多いんですけど、今日はラジオトークより前に配信をします。なのでラジオトーク終わった後は配信はお休みします。なんでかっていうと、もう髪の毛もメイクも完璧だからですなのに今日はどこにも出かけてません。やばいよね、ほんとびっくりすぎ。そう、なんかいつもラジオトークの後にショールームするときはもうラジオトークよりも先にお風呂に入って、お風呂入った状態でラジオトークやって、その後ショールームしてもうすぐ寝れる状態みたいな感じなんですけど、今日はせっかくもう顔も髪の毛も完璧だから、これをわざわざすっぴんを晒す必要はないと考え、今日はメイクがちゃんとしているうちに配信をしようという魂胆です。そう、でも今日はどこも出かけてなくって、そうなの、あのどこも出かけてないけどメイクも髪の毛も完璧だったコスプレはしないぞ。あ、確かにそうだ、昨日の配信で言ってた、そうだね、コスプレ、そうだね、もうごめんなさい、あの今日はもうラジオトークの後はショールームしないのでコスプレはしないです。はい全然考えてなかった、そのこともそういうことです。でもしません。でもね、まだ台本届いてなくて、ラジオトークのみんなからのメールが何のコスプレが多かったかまだ何も知らないんだよね私。そうだって、いつもラジオトークの台本最近割と早くなったけど、またちょっと遅くなった届くのなんか前回とか15分前ぐらいに届いた気がするな。そう、あれ前回、うん、そう前回ショールームイベント初日だったじゃないですか。ショールームイベントやってる時にまだ台本届いてなくって、なんかさ、ラジオトークの前に1回ショールームやって、ラジオトーク挟んで2回ぐらい配信したじゃないですか先週。その前回のその何ラジオトークの前に配信してた時はまだ台本届いてなくて、15分前ぐらいに台本まだですかって聞いて届けてもらったから届けてもらったとか送ってもらったから、そうなのよ。だからそう、9時50分にあの配信やめたじゃないですか。その後初めて台本見てショールームして、あ、間違った、ラジオトークしてみたいな感じだったから、そうなんですよ。なんかね、そのラジオトーク始まったばっかりの時はもう15分前とか30分前ぐらいに台本届いてて、割と最近はもう6時とかには届くぐらいだったんだけど、最近ちょっとまた遅めです、届いてません今まだだからみんながね、コスプレ何をリクエストしたか私はまだ知りません。何も台本を見ていないので、なのでまあ10時からのラジオトーク楽しみにしててください。何が起こるか分かりません。ぶつけ本番の回は多分台本が全然直前まで届いてなくて見てないのかもしれないちゃんとね、始まる前にいつも見ますけど、本当にギリギリだとちょっとまだメール送れます。うーん、もう多分なんかね、いつもその皆さんからいただいたお便り全てをそのまま見れてるわけじゃなくって、実はなんか送ってくださったメールの中からその台本作ってくださる方があの何個か抜粋して私たちの台本に載せてくださってるから、そうなの、だからみんなのねくださったお便り全部読めてるわけじゃなくって、
でしかもその台本に載った状態でお便りが来るから、多分今送っても台本はもうできてるのかちょっとわかんないけどできてるのかちょっとわかんないけど、あの私の台本のところに今から送って載るかと言われるとちょっと難しいかもしれない。そうなんですよ。だからあのメールはその日の午前中ぐらいまでに送っていただけるとありがたいです。そうなのよ。そうで、あの皆さんからいただいたお便りの、まあ、全部を載せてくださってるのか何個かを載せてくださってるのかちょっと分かんないんだけど、その台本の中にあのいくつかお便りがある。その中から私がその時間によって1通しか読まなかったり2通読んだり、まあ、全部読んだりするから、そう皆さんのあのお便り、そうなんだからもう2回ぐらいさ審査通ってるみたいな私がラジオの中で読むときは、そう最初スタッフさんが選んで載って、その中から私が時間のペースで1通とか2通とか読んだりとかするから、まあそう選ばれしメールみたいになってるねそうなの。だからメール読まれてステッカーがね届く方はもう選ばれし方なんだと思います。そうなの。だから午前中、うん、そうだね、お昼過ぎぐらいまでだったら多分そう乗るのかなと思います。そうなのよでもラジオトークのスタッフさんも何を基準でさメール、その台本に載せるメールを選んでるか私も分かんないからさ。そう他のメンバーへのお便りも、あそうなんだから NGT48 ラジオ部っていうあのメールボックスだから、もう全メンバー、私のもそうだしカホのもつぐみさんのもそこに当てられたメール全部一括ボックスだから、そうだから誰のラジオ宛てのお便りの中を書いた方がいいかもしれない。そうそうそうショールームで読んでたのは、そう台本にあったやつです。あの日は30分、前回ですね、前回30分しか配信できなくて、お便りそう前回はその通常お便りとテーマメールとどっちも2通ずつぐらいあったんだけど、ほとんど読めなかったから、そうショールームでその台本に載ってるお便りを読みました。そうなんです。そうだから、そうなの、あの皆さんがメール送ってくださって台本に乗るまで行っても私が時間の都合で読まなかったりする歌よりもあるから、そうなんですよ。だからね全部を読めてるわけじゃないんだよね。そう冒頭はみゆちゃんこんばんは、そう、そういうのだと分かりやすいかもしれないです、うん、そうなの自動振り分けじゃなくて、あ確かに川柳ね、でも川柳もあの時全部読んだかな、台本に載ってた分は全部読んだか2つぐらいしか読まなかったか、でもねもともとそんなにそう多くは載ってなかった気がするな。でもみんなからもっと来てたじゃないかなとも思うけど、そうなんですよ。だからさなんかそうまだね今回のさ お便りテーマメールあのコスプレみたいなやつさ、そうえどうなんだろう、もうさ投票制みたいになってたらどうしようなんか文章、お便りとして文章も載ってるけど、その他にこのコスプレは何票、このコスプレは何票ありましたみたいな台本に書かれてたらどうしようどう、わかんない、まだわからないんですよね、どうなってるか。みんなはなんて送ったんだろうコスプレ気になるな、楽しみ。みんななんて送ってるんだろう。どうしても届けたいものはメールで送ることに、そうそっちの方が私に直接届く方がありがたいかもしれない。
そうなの、全部読んであげられなくてごめんね。でもラジオ、普段のラジオも結構そうで、皆さんがこうなんだろう、エッサコエサとかも含めていろんなラジオお便り送ってくださってると思うんだけど、その中からスタッフさんが選んで、じゃあこれを読み上げてくださいみたいな感じで、なんか私たちが選ぶこともあるけど、エッサコエサとかはなんかこう送られ、多分それも送られてきたメール全部じゃなくって、何個かスタッフさんが候補で紙にこう紙でコピーされたものを見せてくださって、その中からメンバーでなんかどのことについて話すみたいにメンバーで選ぶみたいな感じだから、そう、多分ね、普通のラジオでも多分そうなんだと思う。全部のお便りがそう、全て目が通せて、まあスタッフさんは全て目通してると思うけど、私たちが全て目通せてるわけではないと思う。そうなのよね。でそれでまだ私たちがそこで選ぶ権利があったらいいけど、もうスタッフさんから今日はじゃあこのメールを読んでくださいって渡されることも多いから、そうなの。だからね、全部をね読めるとは限らない。だから本当にこうラジオのお便り読まれる方ってなんかすごいんだと思う。いろんな目が通った上で選ばれし人なんだと思う、お便り読まれる方って。そうなの。だからね、私たちが意地悪でこの人のメールばっかり読んでるとか、逆に私のメールを全然読んでくれないとかではなくって、そうなのよ、いろんな目が通って通って通って読まれるから。そうなの。逆に読まれたらラッキーくらいに思ってくれたら嬉しいかもしれない。そうね、別に私たちが意地悪で読んでないわけではないので。そうなんです。そうだからお便り、ね、台本が届くまでどんなお便りが届くかわかんないからさ、はがき職人ね、本当にすごいと思う。そうなんだよね、ステッカーへの道のりは厳しい。そうだね、ステッカーへの道のりはランキング上位3位に入るのが早いかな、もしかしたら。でもそれもそんな簡単なことではないよね、きっと。そうなんですよ。だからもう本当に私に読んでほしいと思う内容は本当に普通にモバメのメールとかで送っていただいた方が、私めちゃめちゃちゃんと全部読んでるから。そう、競争率ね、わかんない。そもそもお便りが、まあ、その回のさテーマ内容にもよると思うけど、お便りの多さにもよるから。え、そう、そう考えるとオールナイトニッポンって本当にメールの癖強かった。めちゃくちゃメールの癖強かったな。なんか私が知ってるなんかラジオのお便りじゃなかったもん。すごい、みんな癖強かったな。ねえ、またオールナイトニッポンも出れたらいいな。楽しかった。なんかラジオトークで鍛えたね力をどこかで発揮できたらいいなと思ってます。めっちゃおもろかったからな。いやでも本当にそれも多分さ、あのオールナイトニッポンのスタッフさんのさ選ぶその基準にもよるよね。本当にスタッフさんの選ぶ基準によると思う。だって本当はさ、このラジオトークでもそういう面白いお便りが届いてるかもしれないじゃん。だけどさ、あえてスタッフさんがそういうのをさ省いてるかもしれない。だってさ、なんだっけ、あのコンビニの店員覚えてます？なんかコンビニの店員で日向さんに似てるなんか店員さんがいるみたいな、でなんかシフトまで分かったけどみたいな、めっちゃ怖かったよねあのメール。なんで今でも覚えてるもん。なんかそういうのはさ意図的にさ覗いてるかもしれないじゃん、ラジオトークとかでは。そういうなんかそういうメールは目指してないんでみたいな。覗いてるかもしれないからさ。そうなんだ。だからわかんない。ステッカーすべてお便りでゲットしました。すごい、それはすごい。お便りはもう選ばれし人しかきっと読まれてないだろうから、すごいね。個人的には弾いてほしいメールだった。でもあれはリカさんがいたからね、なんかあそこまで面白く話を広げてさ終われたかもしれないけどさ、私だったらもう怖くて読めない。ってなって終わっちゃう。フォローしました、ありがとうございます。嬉しい。いや本当に
めっちゃ怖かったよねあれ。でもうち気になるのはどんぐらい日向さんに似てたんだろう気になるな。そんだけね、なんかシフトまで覚えるぐらい相当日向さんに似てたんでしょうね。だって日向さんじゃないってわかるじゃん、日向さんがそんなとこいるわけないってさわかんのにさ、シフトまでさわかるぐらいさ毎日コンビニに通い詰めるってさ、なんかやばいよねもう話かいわかる。でも待って、オールナイトニッポン出たのいつだっけ、未完成のミラーリリースする時とかだから6月7月ぐらい、あれ何月だっけ、6月29日にアルバムリリースしたから7、6月くらい。絶対に写真が あったありました、写真。6月23日だ。え、もうじゃああともうちょっとで、あまだ半年かかってないか、4ヶ月ぐらい前。すごいね、リリース前だった6月23日でした。ちょうど4ヶ月ちょっと前ぐらい。早いね、すごい早い。今年の中でも結構大きなことだった気がします、オールナイトニッポン出れたの。なんかさもうすぐさ21歳がさ終わるからさ、あ21歳どんなことあったかそろそろ振り返らないとなみたいな思ってるんですけど、なんかいつもさお誕生日の前日ぐらいにさ21歳なんか振り返ったりとかしてるから、ショールームだったりメールとかで。そうだからそろそろ21歳振り返り始めなきゃなって思ってたんですけど、そう21歳の中でもかなりなんか大きなことだった気がします、オールナイトニッポンに出たのって。まあツアーあったりとか、まあアルバムリリースみたいな、そのグループとしての大きいこともいっぱいあると思うけど、そう個人としてもやっぱグラビアやったとか、グラビアやったと並ぶぐらい結構大きいことかもしれない、オールナイトニッポン。なんかでもその21歳の最後の思い出にショールームイベント頑張ったっていうのが入るのもすごい嬉しいなって思いますね。いやそう21歳はねめちゃくちゃ濃かったよ、多分まだ終わってないからあれだけど、キャプテンになったこともそうだし結構濃いと思います。個人として初めてやったことも本当にいっぱいあったので、めちゃくちゃ多い。モデル審査誕生日前と後どっち、いやわかんない、本当に何にもスケジュールわかんないし、 MV 撮影とかもねいつやるんだろうねって感じ。なんか、まあ、そのシングルをさいつリリースするかにもよるだろうけどさ、なんか年内にね、なんかさ今までだとさこのずっとさ6月12月6月って来てるじゃないですか、オーサムから。オーサムが6月でポンコツが12月でアルバムが6月で、まあ、このままなんか順当に来れば年内にシングル出すのかなみたいな感じの雰囲気出てるじゃないですか。でもさもうさ去年の今頃で言うとね、もうポンコツの MV 撮り終わってんのね。そうだから年内にリリースするためにはやっぱもう撮ってないとおかしいんじゃないかなとも思ってて、そうでもシングルの詳細も何も知らないし、そうもちろん MV とかももちろん撮ってないし、そうだってねショールーム選抜だってこの前決まったものだから、そうもちろんそんなすぐには撮ってないし、そうだって一昨日あれ発表されたのいつ、一昨日結果が出て昨日公演して今日一日休みですよ。そんな方がショールーム選抜の MV ここ2日間で撮ったと思いますか撮れるわけない、なんならオフなんだけどなみたいな、いつでも撮れますけどみたいなくらいなんだけど私的にスケジュールはそうだからそう考えるとなんかポンコツはさ12月の28とか結構年末ギリギリだったじゃん、年末ギリギリのリリースで MV もう撮り終わってたぐらいだから、そう考えたらね、あ年内じゃないのかなみたいな
ね、気もするよね。だから全然まだスケジュールが何も分かんない。ショールーム選抜の MV も私は早く撮りたい気持ちなんだけど。そうね、だからまあでもさ、誕生日も私11月のさ真ん中からどっちかというと後半側だからさ、11月上旬に撮る可能性もあるよね。だから誕生日前に MV 撮り終わる、21歳最後の。でも私個人的にはなんか21歳のうちに頑張ったイベントだから21歳のうちに撮り終えたい気持ちなんですけど、超個人的な意見としては。そう、なんかイベントは21歳だけど MV は22歳ってなんかちょっと、うん、いやいいんですけど、全然全然いいんですけど、どっちかというと21歳のなんか大きなイベントとして、まあどっちにしろリリースは絶対さ22歳になってからだからさ、まあ、本当どっちでもいいんだけどだってもう絶対に誕生日前にリリースすることはないじゃん。誕生日前にリリースするんだったらもうさすがに発表してるってみたいなだからリリースは絶対に誕生日明け22歳になってからだから、まあ正直 MV 撮るのはどっちでもいいけどどっちでもいいけど、個人的にはなんか21歳最後に頑張ったイベントとしてなんかその MV とかも全部21歳のうちに撮り終えられたら嬉しいなくらいな気持ちですけど、でも本当に何もスケジュールが分かんない。私さ本当にさ11月のスケジュールゼロなんだけど11月のスケジュール、あ、20日のおしゃべり会しか決まってないですツアーの予定までしか知りません。30日の予定までしか知りません。11月は分かりません何もそう知らなくって、朝さん11月26日もおしゃべり会だね。そうでもさ、私いつもそういえば11月って暇だなって誕生日、そうなんかまあ公演とかあればだけどね、11月、そうなんか10月くらいまではめっちゃ忙しくしてんのに11月自分の誕生日の前後めっちゃね暇になったりするからね。それ毎年なんよ、だからもう慣れっこだけどもう慣れっこですけど11月は。そうだからまあでも11月中にそういう MV 撮影等々いろいろ、なんかだってさレックもしなきゃいけないじゃんね。どんな曲なんだろう。でもさ大体 MV 撮影、え待ってどうなるんだろう。なんかいつも MV 撮影ってあの楽曲 MV 撮影中にいただいたりとかするのね。そうなんかもう最初に MV のテーマが決まってて、それでもう MV 撮ってて、でもどんな曲か私たち撮りながら知らないの知らなくって、よしダンスシーン撮りますよっていう時に初めて曲聴いて、なんかその振り入れの時に初めて曲を知るみたい。でもさダンスの先生とかってどうやって作ってるんだろうね。さすがにダンスの先生には曲のなんとなくはもう届いてるのか、じゃないとねクリエイトさんとか振りどうやって作ってるんだろうって感じですよね。私たちは本当振り入れまで曲知らないまま、ポンコツの時は本当にそうだった。ポンコツの時はもう振り入れまで曲知らないまま MV のなんか MV 交番みたいなこういうの撮りますよみたいなのに流れでもうずっと撮って、振り入れの時に初めて曲聴いて、初めて聴いた曲で踊るみたいなそうでその場で振り入れして、その2時間後にはもう撮影してるみたいな感じだから、そう撮影中に歌詞変わります。王様変わった。オーサムは、え待って今だから言うけど、オーサム撮影中に歌詞変わってリップシーン全部なくなったそうなくなったわ全部。なんかそうリップシーン撮ったんだよ一応オーサム、でも歌詞が変わっちゃってリップシーン使えなくなってリップシーンなくなったそうなんですよ。だから撮影中に歌詞変わるとか全然あるし、うん、ポンコツは歌詞は変わってない、ポンコツは歌詞は変わってないけど、あのその日に振り
シャーベットピンクとオーサムは前日にレッスン上でちゃんと振り入れの日があって、次の日 MV 撮影でなんか撮影するみたいな感じだったんだけど、ポンコツはもう本当に MV 撮影1日目はもう本当 MV だけを撮って、2日目とかに、あ、2日目はあの綿一の MV だったそうなの、間に綿一一旦挟んで、でその日の夜、綿一撮影し終わった夜だったか、また次の日だったかに、あ、違う、やっぱ次の日だ。そう、ポンコツ1日目はもう本当に MV、 あのさ、探してる花火玉を探すシーンを丸1日かけて撮って、2日目は綿一の MV ずっと撮って、そう、3日目はポンコツのそのダンスシーンで、午前中もまたその花火玉探すシーン撮って、昼過ぎぐらいに初めて振り入れして、その日のうちにもうその日の夕方には振りダンスバージョンっていうか、そのダンスシーンの撮影してた。そうそうそう、あ、ポンコツ、綿一ポンコツで撮影してました、去年の今頃は。しかもそれときメッセの前だよ。え、よく考えたら本当にやばいスケジュールだよね。彼ときメッセのリハの合間にさ、3日間 MV 撮影のスケジュール組んでてすごいよね、そう考えたら。よくやったわ去年の私たち。そう考えたら今年はだいぶ楽かもしれないえ、そうです。しかもなんかあのとちおんがわの人たちとかはときメッセの次の日、なんだっけ、ときメッセのいつだったっけ、なんかでもときメッセのリハ中にもうとちおんがわの台本もらってたから、結構ときメッセのすぐあととちおんがわの撮影とかしててめっちゃ大変そうだった。本当にとちおんがわの人たちはね、めっちゃ多分ときメッセの あともう次の日ぐらいなレベルで撮影してたから、そうめっちゃ大変そうだった。そう、あのときメッセのリハの合間にとちおんがわの台本覚えてみたいな感じだった気がする。あの当の本人じゃないかちょっと覚えてないけど、見てた感じではそんな感じだったような感じがした。そうめっちゃ大変だよね。そうなんだよ、ちょうど去年の話だよ。もう今はポンコツの MV 撮り終わってる、去年だったら。そうだから、いつもは結構もう本当に MV 撮影を先にやってて、途中でまあ楽曲を知って、そう MV 撮影中に曲届いたので聴いてくださいみたいな感じだったから、そうポンコツの時はね。でもショールーム、今回のだってショールーム選抜の曲はね、どんな感じになるんだろう。MV 撮影とレックどっちが先かなって感じです、うん、いつもは絶対 MV の方が先でレックが後からなんだけど、そうどうなんだろうね。ショールームでも、ショールーム選抜やりますよって言ってる時からもう MV のなんかテーマみたいなの決まってんのかな、すぐにでも撮れるぐらいな感じなのかな。何も知らないけど何も知らないけど。てかシングルもね、カップリングの話だけ進んでて、シングルも本当にどうなるんだろうって感じ。人に合わせて曲はね、わかんない。え、そう、しかもさ、そうなんかショールーム選抜ってなったら撮影場所もどうなるか結構気になりますよね。今までやっぱ新潟のさ、いろんなところで MV って撮影してきたじゃないですか。そう、シャベットピンクもオーサムもポンコツも新潟のどこかで撮影してきたけど、今回はなんかもうショールームさん完全バックアップな曲になるわけじゃないですか、ショールーム選抜だから。だからなんかもう本当に新潟とかは一旦置いといて、全然違 そうスタジオとかなのかな。でもさ、プライベートサマーは割とロケだったよね。プライベートサマーの MV は割となんか外川沿いみたいなところで撮ってたイメージがあるから、ロケの可能性ももちろんあるけど、なんかこう今までの MV みたいに新潟にこだわったような MV ではない気がしてて、そうだから
すごい今までとは違った MV になるんじゃないかなっていう気がするから、そう、まあ、新潟のいろんなねところで、新潟の本当にさ、すごいこんなところがあったんだっていうところばっかりじゃん今まで MV に出てくるところって。まあオーサムとポンコツは学校だけど学校だけど、そうだから、なんかそういう新潟のねいろんなところで撮影するのもすごい楽しいんだけど、また多分全然違うとこ、スタジオの可能性もあるし、なんか全く予想がつかないというか、だからとっても楽しみですね。そうね、どんな感じになるんだろうね、わかんないけど楽しみ。そうだね、ゆうなちゃん初めての MV ね、楽しみだろうな。でも私もシャベットピンク、そう、自分のセンター曲が初めての MV 撮影だったからさ、私はもう右も左もわからんやつが真ん中に立ってたMV 撮影のさ流れも何も知らないのに真ん中に立っててさ、もう本当によくわからないまま撮影してた、ずっと。だってさ、わかんないんだもん、 MV 撮影ってどうやって進んでいくのって。そんな何回も何回も撮ってると思わなかったじゃんまだ撮るんだみたいな気持ちだったでもこれぐらいもう何回も何回もいろんな角度からもういっぱい撮って MV って完成するんだなって思ったから、そうすごかったね。そう、初 MV が初センターだったんです。そうなのよ、だからすごいね、私はめちゃくちゃもう思い出に残るというか思い出に残るどころの話じゃない感じだったんですけど、でもゆうなちゃんも絶対ね思い出に残る MV になるから楽しみですね。そう、それでね、あの私ね実はね、うん、気づいたかどうかは分かんないけどね、あ、来た、ラジオトークの台本だ、これはきっと後で見ようみんな気づいたか分かんない、ショールームイベントやってたからあれだったかもしんないけど、私実はあの誕生日までショールーム毎日配信しようと思ってて、今何日目だ、今何日目ですか、これはショールーム、私は、あ、22日目だそうです。私これ誕生日までは毎日配信続けるつもりなので、そう、あ、そうなんだから、うん、なんか気づいたら続いてたなんか誕生日、そう、誕生日の1ヶ月は毎日配信しようと思ってたんだけど、あのなぜか誕生日よりも前からなんか、うん、毎日ショールームしてて気づいたら22日だったそう、あの、そう、もともと誕生日来る前から、そう、誕生日までの1ヶ月間は毎日配信しようっていう気持ちではあったんだけど、いざ誕生日1ヶ月前になってみて、よし今日からショールーム毎日配信するぞって意気込んだら、その何日か前からもう毎日配信しててなんか気づいたらもうすぐ逆に1ヶ月、誕生日前に毎日配信1ヶ月経っちゃうぐらいだった今日はお誕生日の22日前、あ、そうなの、え、じゃあ誕生日迎えたらさ毎日配信44日目になるってこと知らない間に続いてた。そう、でもイベントもあったから、なんかその毎日配信するぞってなんか無理にやってたっていうよりかは、そう、まあ、ショールームイベントも重なってそう毎日配信してるといった感じなんですけど、お誕生日までは毎日配信するつもりで今はショールームしてます。そう、そうなんですよ。え、そうか、もうあと22日なんだ、誕生日まで早いね。そう、でも誕生日当日の予定が分かんないからさ、ケーキ予約できない
去年はね誕生日当日がお休みで、そうお家で家族でお誕生日当日にお祝いできたからケーキ当日に予約したんだけど、今年はなんせ予定がわからないので、誕生日ケーキを当日に予約していいものなのかわかりません。カウントダウンしてるよね、嬉しい本当にみんなが。そう私さ、そうなんていうの、無茶ぶりというか本当にさらっとメールに、えみんなが誕生日までのなんかカウントダウン可愛い写真載せてくれるってみたいな、なんかそんなノリで書いたのを、みんながね本当に誕生日までのカウントダウンいつも可愛い自分の可愛い写真を載せてくれてて、みんな優しいと思っていつも見てるよみんな優しい、嬉しかったあ、本当だ本当だ、めっちゃ22だった。そうなんだよ今年もインスタライブ、ねどうしようかね、まだ迷ってんだよね。インスタライブね、需要ありますかインスタライブやる需要ありますか画像作って毎日投稿するのが日課になってね、毎日可愛い画像作ってくれてて嬉しい、全部見てる全部可愛い、嬉しい、ありがとう。あ、なんか思ってたより需要あった思ってたより需要あった。あ、やっぱそのあれか、インスタライブやるなら日付超える瞬間とかがいいですかねえなんかね、そのすごいこれひのちゃんに教えてもらったんだけど、誕生日のなんか何歳なりましたみたいなツイートってあるじゃないですか、自分であげるやつ、なんか22歳になりました、これからもよろしくお願いしますみたいな、その誕生日当日にあげるツイートってあるじゃないですか。なんかあれってどのタイミングであげようかめっちゃ迷うのね自分。なんかファンの皆さん結構そのなんか0時回った瞬間とかに載せてくれたりとかするけど、私個人としては何時に載せることが一番いいのかすごい迷うの。でその時にひのが教えてくれたんだけど、やっぱファンの皆さんは誕生日迎えた瞬間に結構ツイートをしてくださる方が多いから、私自身も誕生日迎えた瞬間とか、あの誕生日そう迎えて、まあ、5分後とか、 なんか数分後とかに載せた方がファンの皆さんはもうそのツイートした勢いですぐ見てくれるから、そっちの方が見てくれる人が多い気がするよって教えてくれたのね。そう、あ、生まれた時間ね、私自分の生まれた時間何時なんだろう、分かんないや。そうそうそうって言われて日野に、あ、そしたら私もじゃあ今年誕生日迎えた瞬間くらいにツイートしようかなとかって思ったんですけど、そうでもインスタライブやっちゃったら携帯さ使っちゃうからさ、ツイート、あ、でもツイートだったら逆に iPad からでもできるのか、インスタライブは多分携帯からしかできないけど、逆に言ったらツイートは iPad からできるから、インスタライブやりながらツイートすればいいのか確かにそれもあるかもしれない。逆になんかあれなのかな、インスタライブやり終わってからツイートとかした方がみんなもインスタライブ見終わった流れでツイッターとか開いてくれるのかな。そう結構ねいろいろね、そうだから日野のねその言葉私にはめちゃくちゃ響いて、え、じゃあ自分が誕生日の時は日付変わった瞬間ぐらいにやろうかなとかって結構思ってたんだよね。そういや、そうでもインスタライブね、そうインスタライブやりながらツイッター開くと多分ね、そうだよね、できないよねみんなもね。って考えたらインスタライブ日付回る瞬間インスタライブやって
終わった後みんながツイッターに流れるタイミングで自分もツイッター行けばみんなと一緒にツイートできるかな。それはね、そうかもしれない。うん、インスタライブいっぱい見てもらえる時間帯がいいと思う。あ、逆に私的には逆にショールームみんなに見てもらえる時間に やるつもりでいた。結構ショールームをなんか誕生日当日の、まあ、これぐらいの時間とかにやって、そうインスタライブをまあやるなら日付またぐぐらいにやろうと思ってた。誕生日のひまたぎショールームね。いや、うん、いやできないことはないと思うけど、できなかった時辛くない？なんかさ、何人か見たことあるもんね、ショールーム、ひまたぎショールームやろうとして失敗しちゃった方々。なんかその失敗してる間にさ誕生日超えちゃったってなんか嫌じゃない？だし、なんかその今誕生日当日ってか誕生日前後のなんかスケジュールがわからなすぎて、その事前に、多分事前に言わないとひまたぎショールームできないんだけど、予定がわからないから、まあ基本は家にいるだろうけど、さすがに日またぐ頃は家にいるだろうけど、わかんない。あ、そうそう、インスタライブはそう強制終了がない。そうそうそう、だから日またぐ時間にやるのは結構楽だなと思ってた。そう、なんか結局さ、ファンの方が見てくださるのって、まあ本当にね、本当に私のことを好きでいてくださったら、多分インスタライブであろうともショールームであろうともどっちでも見てくれると思うんだけど、結局ファンの方が見るのは、開くのはショールームじゃないですか。って考えた時に、やっぱ一番なんか人が見る時間帯は、私はインスタライブよりショールームの方がいいかなと思っちゃったりしてた。そうなんですね。そう、え、しかもインスタライブさ、リアルタイムな数字見えるじゃないですか。ショールームはなんか累計の人数だけどさ、インスタライブってリアルな数字見れるじゃん。なんか誕生日のお祝いしてる時にさ、リアルな人数めっちゃ少なかったらすごいしんどくない？しんどくない？まあ確かにインスタライブの方がファンじゃない方に見てもらう可能性もあるよね。確かにそれはなんかこの時間にやるメリットでもあるよね、日またぐ時間じゃなくてね。確かに。いや、そうだから結局さ、なんか誰に見てもらいたいかだよね。なんかファンの皆さんに見てもらいたかったらショールームだし、なんか本当にファンじゃない方にもなんか見てもらうってなったらインスタライブなんだろうなって気はしますよね。そう考えるとさ、なんかこの前サーヤとかさ誕生日だった時さ、ショールームを先にやって、ショールーム終わった後そのままインスタライブ、あ、逆だったっけ、インスタライブ先にやってからショールームかとか、なんかもう続けてインスタライブやって同じ時間にショールームやったりとかしてたじゃん。なんかそういうのでもありだなって。もうだから日またぐとかはまあできない、まあやってもいいけどしつこくない？ちょっとちょっとしつこくない？やるならどっちも一回ずつかなって思ってたんだけど、私は日またぐ瞬間日またぐ瞬間にもやって、その日の夜にもやったら、ちょっとしつこいなって私は思っちゃうんだけど誕生日本人がしつこいと思っちゃうんだけどいや、そうなんだよね。だからそうやって続けてソーシャルームとインスタライブどっちもやるのもありだな。まあその場合は多分ひまたぎはやらないと思うけど、そうなんだよね。確かに毎日ショールームあんなにさ、何回も一日に8回9回ぐらい配信してたから、そんなやつが予定られないかもしれないですけどいや、そうなんだよね。迷うな、誕生日当日の配信迷うな。そうね、まだ時間ある、本当にまだあと22日もある、ちなみに言うけど
だいぶ気の進んだ話してた。まだ22日もあるんよ、当日まで。誕生日特別感ありすぎてもう誕生日の話してんの、おもろい。そうなんだよね。でもそう、ケーキどうしようか迷ってた、今年のケーキ。そうなの、そうなの。そうだからケーキね、どうしようかな。なんかさ、ケーキさ、かわいい、今年はこのお店がいいかなとかって思ってるお店があるんだけど、なんか予約3日前とかにしなきゃいけないからさ。そうだから早く誕生日前後の予定知りたい。11月の予定、おしゃべり会の日程しか知らなすぎて。教えてほしい、11月の予定。 MV 撮影とか入ってくるならなおさら教えてほしい。3日前までには予定出るか。そうだよね。でも私明日リハあると思ったら明日休みですって言われた今日。明日休みなのってなりました、前日に。そう、 MV 撮影はね、どうだろう、そこまで急じゃない。なんかめっちゃ濁される、 MV 撮影って言われない。MV 撮影だと知る頃にはもう3日前とかだったりする。なんか全体案件みたいな、なんかメンバー全員の予定ですみたいな感じでスケジュール抑えられてて、でもその日何をするかは知らない。この日案件があります、全体案件ですみたいな感じで2日とか3日とか抑えられてて、なんだろうなって。なんか数日後にのなんかシングルとかアルバムとかの話があって、あ、じゃあここの全体案件って MV 撮影なのかとか、あ、レコーディングの日なのかなみたいな、本当にそんな感じだから。そう、 MV 撮影だと知る頃には3日前とかはザラにある。そうなんですよね。そう、3日とか4日とか急に抑えられたらあれってなる。そうなの、わかんないんだよ。でもそれがさ、今11月何もないの、 MV 撮影なのかなみたいな雰囲気の、そのなんか予定すら私はわからないから。髪の毛のケアとかもツボの状況わかる。そうなんだよね。だからさ、行きたいと思った頃にはもうリハばっかりみたいで行けなかったりとかしちゃうんだよね。わかるよ。なんか私まだ髪の毛染めてないからさ、そこまでなんか急ぎのことないけど、しいて言ったらマツパぐらい。髪の毛染めてないから別にこのままでいい。あとはまあネイルとか、でもネイルは今はまあこれで大丈夫。いやでも待って、 MV 撮影前にはさすがに変えたい、さすがに変えたいけど、前髪切りすぎたら。わかるよ。いやそうなの、今前髪めちゃくちゃ迷っててさ、今多分一番ちょうどいい前髪の長さなのね。そう、ツアーまでは多分持つんよこのまま。でも誕生日までにはちょっと誕生日まではちょっともうこんぐらいになっちゃうから、誕生日前には切らなきゃいけなくて。でも私はどっちかというと誕生日の本当になんかギリギリぐらいに美容室今行きたくて。そう、でもそうするとさ、11月の2週間ぐらいこんなのになってくるの前髪。そうなるんだったら今もう切っといて、誕生日当日くらいにまたもう一回切れるくらい、2週できるぐらい今切りに行った方がいいのかなとか思ったりもするんだけど、でも今が多分一番前髪ちょうどいい長さだから。そうなの、ね、めちゃくちゃ迷うのよ本当に。前髪はね、いつ切りに行くか、今まさにそれだから。明日休みって言われたから明日切りに行こうかと思ったけど、明日切ったら多分ツアーめっちゃ前髪短くなっちゃうから。それやだなみたいな。 MV 撮影、そう、 MV 撮影のタイミングでさ切るってなったら、でもってめっちゃむずいんだよね本当に。前髪の逆算が一番難しい。だって自分で思ってたよりも切られちゃう時あるから。
あれなんか思ってたよりも短くなっちゃったなみたいなことあるから、前髪の逆算って一番むずいんだよね。そうなの、どうしようかな本当に。いやわかる、 MV 撮影ってだってめっちゃ大事だもんね。とりあえずツアー最後までは切らないことにした。今が多分一番ちょうどいいから。そうなんだけど、もう誕生日くらいに切りに行きたいのに、その前に MV 撮影が入るとなると話は変わってくる。それだったら今切っといて、なんか MV 撮影の時にもうちょうどいい長さになるようにするべきなのかなとか思ったりして、難しい、とても。うん、そうなの。だから早く予定教えてほしいな。早く予定教えてほしいな。いやだってそう、ヒノが髪の毛切ったのとかもすごかった。当日決断していった、なんかもうずっと髪の毛切りたいって言ってて、マネージャーさんとめっちゃ相談してて、そうで、なんかあの日おしゃべり会だったっけ、おしゃべり会の日かな、おしゃべり会終わってから髪切りに行ってて、それまでずっとマネージャーさんと確認してた。もう本当に 切ったら戻れないですからねみたいな、私本当に今日切っていいんですかみたいな、めっちゃ聞いてた。でなんか最終的な判断が降りて、その日に髪の毛切りに行ったから、そう、髪の毛はね、なんかちょっと染めるとかだったら多分そんなに相談いらないと思うけど、あそこまでバッサリ切るともう本当イメージ変わっちゃうから、舞台もあるしね、そうは相談してたけど、多分ちょっと染めるぐらいは全然大丈夫だと思う。だから本当に大変だ。と予定がわからないとね、髪の毛切りに行けないからね、難しいのよ。そうなの。いやだからまあ誕生日ね、どうしようかな、ちょっとじゃあショールームとかインスタライブも考えておきますね。まだめっちゃ予定あるから、そう、まだめっちゃ予定あるからね、考えておきます。あ、そう、なんか舞台、うん、舞台合わせというか、でもそう、あのどのタイミングできるか、他のお仕事の予定とかもあるから、そう、どのタイミングできるかっていうのは結構迷ってたっていうか、本当に大人の人と打ち合わせ。そうなの、舞台だけじゃないからね、お仕事がね、他のお仕事の兼ね合いもあるから、今切って、舞台は今切ってその舞台に向けていいかもしれないけど、他のお仕事のタイミング的に今切られたらちょっとってなるかもしれないしね。そうなの、だからめちゃくちゃマネージャー、しかもさ、一人のマネージャーさんの判断でできないから、それっていろんなお仕事の連絡とか取ってくださってるさ方とか、ほんといろんな、なんか、まあ、担当のマネージャーさんに話は通すけど、担当のマネージャーさんからそういういろんなスタッフさんに確認していただいたりとかしてるから、そうだからめっちゃもう当日おしゃべりが終わった瞬間に飛び出て美容室行った。ああ結局今日切りに行くことにしたんだ、いってらっしゃいみたいな感じだって、おしゃべり会の時。そうなのよ、めっちゃ大変。そこまでね変わっちゃうとね、そうなんでね、いろんな方の許可がいるからね、そうなんですよ。私はまだ髪の毛染める予定が特にないけど、切ったりとか、そう、でも昨日つぐみさんに髪の毛伸びましたねって言われたの。そうなんですよ、髪の毛伸びたんです。私も昨日ちょうど自分で髪の毛伸びたなって感じたところだったの、ちょうど。そう、むつぐみさんにも髪の毛伸びたねって言われた。あともうちょっとなんです、でも髪の毛今でも巻いちゃってるから分かりにくいけど、この辺まで伸ばしたくって、でも今巻き取ると多分ねこれぐらいかな、だからあともうちょっとこれくらい伸ばしたいんだよね。伸びた伸びた。そう
もうちょっと理想まで理想までもうちょっと伸ばしてる。楽しみ。特に伸ばす理由もないんだけど、切る理由もないから。長いのが好き。そう、つぐみさんくらいの長さが理想だから、私はそれに向かって頑張って伸ばしてる。だからつぐみさんに伸びたねって言われてめちゃ嬉しかったですよねってともうちょっとなの。伸びたらあの髪型する。待って、あの髪型ってどの髪型、何の髪型だろう。個人的にね、長い方が好きだからもうちょっと伸ばそうと思ってる。そう、毛先がさ痛みすぎてさ、いつも痛んだらすぐ傷んだ分だけ切るからさ、せっかくここまで伸びてもさ、また傷んでちょっと切っちゃって、また目標まで長くなるのがいつもだから、やっとここまで来たと思っちゃった。そう、そうなんですよ。もうちょっとだね。頑張って伸ばしてます。そう、でもさ、改めて思うけどさ、今日こんなに髪の毛さ巻いたりとかバッチリしてんのに出かけてないのマジでもったいなすぎるね、本当に。だってでも行きたいとこなかったんだもん。行きたいお店はあったんだけど、今日お休みだったからさ、してたの。お休み、あ、今日でも定休日だって思いながら支度してた。そのためのショールーム、わかる。だから私は今日はラジオトーク前にお風呂に入らずにショールームをしてるの。全てはこのためか。あ、そうなの、今日ね、そう、お店休みなんだ。水曜火水定休なの、行きたいお店が。そう、衣替えの替え、いや、そう、衣替えの替えもしようと思ったんだけどさ、替えしたやつ出すとこないんだよね。夏物しまったはいいけどさ、冬物ってかさばるじゃないですか、めっちゃニットとか。だからさ、出すとこなくてさ、そう、だから衣まで終わったんだけど、替えしても出すとこなくて、出せなくて衣で終わってるそうなの、もうちょっと。違うの、今日ね、ここまで準備ってか、もう本当にここまでメイクも髪の毛も完璧なのは、そう、メール書いたけど動画撮ったんですよ、グレイルさんのお洋服。なんかそのあの日、開封ってか紹介した日にも、あの紹介してからさ、実際に着てみる配信まで30分ぐらい間あったじゃん。だからあの時にも撮ったんだけど、あの時もう夕方でなんか暗くて、部屋が、しかも足元まで映ってなくて、膝ぐらいまでしか映ってなくて、なんかロングスカートとか買ったのに丈感が全然わからない動画になっちゃってて、なんか撮ったはいいものの、しかも30分の間にめっちゃ急いで撮ったから、そう、なんかあんまりいい動画じゃなくって、撮ったはいいもののって思ってたから撮り直したんですよね今日。マカロンとモナカ好きなのは？はじめましてで、すごい、どっちだろう、マカロンかなマカロンかな。ありがとうございます。次フォローしてください。ありがとうございます。いや、その動画さ、だから撮り直して今日動画の編集まで終わったの。今日お家に一人だったから、一人で全部編集もしてて、作り終わった。だけど載せる勇気が出ない。なんでかっていうと、全部自分の声でアフレコしたから全部自分の声でアフレコしたから、なんか好きじゃなくてそう、うん、全部携帯でやりました。そうなの。だからでもさ、せっかく作ったから、じゃあちょっと今みんなにさ見てもらおう。載せるかどうかは一旦別として、今じゃあみんなにお見せするね。あ、でもなんか自分で聞きたくないんだ自分で聞きたくないんだよね。今見せるね。
そう、載せる気になれないんだよね。先日まで行われていたショールームイベントでお見せしたグレイルさんの購入品を紹介します。見えますか？一つ目は着るだけで大人っぽくなれるワンピース。さりげない、めっちゃ家の中なんだよね。めっちゃ家、めっちゃ家、部屋の前みたいな。だから余計に乗せる気にならない。私の理想が詰まった最強ワンピース。シルエットを綺麗に見せてくれます。そしてなんといっても最強ポイントはこのポケット。ワンピースにポケットが付いてる。スタンド、なんていうの、スマホスタンドじゃなくて、なんかあの三脚、三脚立てて一人で撮った。今日家で一人だから。でもちゃんと足元まで映るように撮ったの今回は。全部自分の声なのが嫌なんだよね。シンプルなロンティー。シンプルだけどすごいスキル。この丈感、お尻が隠れるくらいの長さなので。いやそうなの、自分の声でやったのが逆にいいと思ってるんだけど、自分でめっちゃ見んの嫌なんだよね。ツイの生地のミニスカート。私にはちょっと短いと感じるくらい足長効果抜群です。生地にはスパンコールが散りばめられているので、動くたびにキラキラしてとっても可愛かったです。そしてトレーナーの丈感はこんな感じ。刺繍のなんか全然見えないとこになってた。中は裏起毛になっていてとってもあったかかったです。この冬大活躍のお洋服たち、ぜひ参考にしてください。これで終わり。2分ぐらいある動画ね。ずっと一人でお家で編集してた。そう、いや今見せる分には良かった。だって載せたらさいつでも見れちゃうから。そうなんだよね。いや載せた方がいいことはめっちゃ分かってる。載せた方が絶対いいだろうし、だってさ、多分自分の声でさ作ったのもさ、それがいいと思うじゃん。私もそう思うんだけど、多分なんだろう、自分の声が武器なのもちゃんと分かってるから、分かってるからね。そう、自分の声でやることにこそ意味があることもちゃんと分かってるんだけど、なんかそう、なんかインスタに載せるのすごい気が引けてて、そうなの。フォローしました、ありがとうございます。いやいいんだけどさ、いいんだけどさ、なんかめっちゃはずいんだよね。はずいんだよね。なんか髪型の動画載せた時もすごい参考にしてくださった方とかいてね、女の子のファンの方とか。そう、めちゃめちゃ嬉しい。そうなんですよね。私なんかゆなこ動画見ながら髪型やったけど全然わかんなかったってキレ気味に言われたんだけど、できるよーって言ったけど、ゆなこ動画参考にして髪の毛やったのに全然できなかったんだけどって文句言われた。いやそうなんだよね。いや乗せた方がいいことはわかるんだけどさ、せっかく作ったからね、載せた方がいいとも思うんだけど、めっちゃ載せる勇気がいるのね。めっちゃ載せる勇気いるんよね。迷うな。女の子参考にしてくれるかな。本当に、なんかさ、もともとそんな動画撮るつもりでさ買ったわけじゃないからさ、なんか。そう、ショールームの、その企画の中で紹介するつもりでは買ったけど、
なんかこんなコーディネート組んでとかではなかったからどうしようかめっちゃ迷ってんだよねとか言って、多分載せると思うけど、載せると思うけど、でも多分まだ載せないうん、多分載せると思うけど、だって作ったから、作ってもったい載せないのもったいないって思ってるから載せるけど載せるけどまだ載せないと思います。はい、うん、なんかさ、うん、ちょっと一回マネージャーさんに確認取ってみる。この動画載せていいですかじゃないけど、なんかね、前何か言われた気がした。国を取ってみる、取ってから載せるか決める。でもそれをわざわざなんか LINE で聞くのはちょっとやだからマネージャーさんと直接会った時に確認してから載せる多分載せることは載せるだろうけど、うん、まだ載せないだからうん、明日会わないうん、明日はまだマネージャーさんには会わないから明日もまだ載せない。だから今みんなには先行公開したと思ってて、いつか載せると思うけどまだ載せないから、今のはみんなへは先行公開だと思ってて今日頑張って作った成果だったからみんなには見せたかった。まだ公開する勇気まで出てないけど、頑張ったやつはみんなに見せたかったから見せたいや本当に、でも一人で全部アフレコした、おもろい一人で全部。いやあのさ、なんかさあるじゃん、喋ってくれるやつ、なんかいろんな声のやつって言って、モノマネしようと思ったけど全然出てこない。なんとかなんとかみたいな、わかりますか私もそれね、できる、今やってみようかな、できるんだよね、なんとかなんとかわかるこれはね、多分ね、何バージョンだろうな、少女なんかね、いろんなやつあるんだよこれ、なんかいろんなやつあって、そう今ちょっと適当にやってみよう。あ、間違った間違った間違った、どれでやるんだっけ。あ、文字読み上げみたいなやつか、これで、これだ、テキスト読み上げ。みゆみゆだよ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 歌わんで、歌わんで、いいみゆみゆだよ、あ、くくみゆみゆだよ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 。これなんか赤ちゃんのさ TikTok のさなんか動画でよく使われてる男の子ね、私よく見る TikTok。 そう、あ、日向さんの TikTok も確かにこれだね、男の子じゃないけど日向さんの TikTok はさこれじゃない、みゆみゆだよ、え、違うわ、こっちかも、みゆみゆだよ、
多分日向さんの TikTok はこっちあの男の子、赤ちゃんの男の子とかのなんか僕はなんとかかんとかみたいな時はこれ、みゆみゆだよ、みゆみゆだよみゆみゆだよ、おお、みゆみゆだよこれはね、クリップチャット、間違った、キャップチャット、間違った、キャップカット全部間違った、キャップカットっていうアプリです。みゆみゆだよ、みゆみゆだよ、キャップカット、みゆみゆだよ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 、めっちゃキラキラ、みゆみゆだよ、みゆみゆだよこれちなみにカワボ、カワボ、そう、そうなの。これでさっきの動画全部作った、あの自分でアフレコしたりとか動画カットしたりとか全部これ今日このアプリで作った。だからこの声のやつでやろうと思ったんだけど、あのグレイルを GRL って言われちゃうんですよだからあ無理やめたと思ってやめました。だしまあ自分の声でやった方が多分いいんだろうなって思って自分の声で作ったけど、そう全部みゆみゆに聞こえる。だってみゆみゆだよって言ってるからそういうことじゃないそうなのよさっきの歌さっきの歌、しかもちゃんとさ息吸う、いもいもいもいってもいて、みゆみゆだよ、はいはいはい、ちゃんとさ息吸う瞬間まで入ってんのおもろくない、みゆみゆだよってちゃんとさ吸うとこまで入ってんのめっちゃおもろくないちなみにこの今の曲はあのなんだっけ、 NMB48 さんの原カレンさんの TikTok 見たらめっちゃ流れてるから、ちょっと今度見てみて原カレン、うん、多分原カレンさんだった気がする。原カレンさんの TikTok ずっとこの曲流れてるそう、うん、確かちょっと見てみて、みんながそんなにこの曲が好きならでもまだなんか曲あった、歌ってるやつ一緒やないかいなんか優しいメロディーって書いてあったから今押してみたら頭にメロディー入っただけで歌ってるやつ一緒やないかい。全部一緒だった、おもろやばい、おもろい。そうだからこれでね作ろうと思ったけどねやめましたおもろすぎ。今度みんな、じゃあみんながぜひじゃあ「みゆみゆだよ」って動画作ってくださいぜひ。じゃあ私はあの真面目なお洋服紹介動画を作るから、みんなはぜひみゆみゆのおもろい動画でも作ってこの音楽使ってやってくださいキャップカットで作れるよおもろい。落ち込んだ時に聞いたら元気です。そりゃ随分とすごい簡単なあの元気が出る方法だねちょっとぜひやってみてくださいでもさこの前のあの髪型のあの動画もこれで作った。そう、一番面白いダンスつけたいじゃん
みんなが踊んのこの曲に合わせて。あ、それは見たいわ。なんかあのね、オーサムのなんか動画載せた時みたいな、みんながこの曲に合わせて踊ってくれんの。いや、それは楽しみだ。言ったからにはやってくれるんだろうね、きっと。ああ、それは楽しみだ。楽しみにしてるからね。みゆみゆだよ。おもろい。わかる、絶対おもろい。どうしよう、みゆみゆの誕生日、お誕生日おめでとう動画全部これだったらどうしよう。レジ回った瞬間、ハッシュタグ藤崎みゆ生誕祭2022でつく、みんなからの投稿全部このみゆみゆだよ。おもろすぎ。どうしよう、そればっかりになったらフラグ立てちゃった。今日あんなに誕生日の話してたから。あんなに誕生日の話してたから。いや、きっとあれだよね、日向さんの1週間、私より1週間前の日向さんの誕生日は、あの世界からメッセージって、あの黒板持った外国の方々の動画できっと溢れる。昨日の公演でそれ言ったから。きっと明日は、明日じゃなくて日向さんの誕生日はそっちの動画が多くて、私の1週間後の私の誕生日はこの曲に合わせてみんなが踊ってる動画が溢れる。やば、11月生まれどうかしてる。おもろい、それは楽しみだな。おもろいな、それは。いや、それでトレンド入りしたら結構、あれ、この子ってこの前トレンド入りしてた子だよな、あれ、なんかちょっと、でファンの方ちょっとおもろい人多いのかなって。みんなのおかげで、みんなのおかげでショールーム選抜入ったのに、そこに協力してくれた方々みんなこんなおもろい人だったんだってなっちゃう、それでトレンド入りしたら。やばいな、トレンド入りするとどんどんなんか おもろいの見つかっちゃう。やばい、またトレンド入りした時には、今度私のおかげじゃなくてみんなの面白さのおかげでトレンド入りしちゃう、それはもう。おもろい、やばい。楽しみだ、それはもう。いや、これはもう誕生日が楽しみすぎるね。残り22日だよみんな。準備はいい？心の準備を含めて準備はいいかな。あと22日だよ。合わせてのダンス楽しみにしてるね。やば、面白い。でもちょっとみんな、まあさすがに踊れとまでは言わないけど、ちょっとこれに合わせた動画はちょっと楽しみにしちゃう。面白い。22日後に歌い踊るファン。なんかいいね、そのカウントダウン。いいね。なんかさ、何日後にダンスが上手くなるみたいなたまにあるじゃん。なんかそのさ、100日後に死ぬワニ的なやつでさ、なんか何日も連続でさ、こうダンスをさ、毎日同じダンスを踊ってさ投稿する方とかいるじゃん。なんか100日後にめっちゃ上手くなるみたいな、で毎日投稿してる、その感じ。22日後の本番に向けて毎日練習ダンス動画を載せる。おもろい。準備期間めっちゃあるよ、22日だから。それは楽しみだ。クリエイトボイスさんが振り付けしたらどうなるの、大変なことになる、それ。みんな踊れないよ。
どのメロディーでもいいよ。ちなみに歌ってる人一緒だったから、優しいメロディーバージョンでもいいよ、明るいメロディーでもいいよ。さっき何だったっけ、何があったの、優しいメロディー、明るいメロディー、なんかいろいろあった。おもろすぎそう。いやこれはちょっと誕生日までのカウントダウンが楽しみになったな。でもあれだよね、その前に私がこの動画を載せなきゃね、お洋服の紹介のね動画を。わかんない、これを載せたからってでもグレールさんのモデルさんになれるとは限らないけど、でも載せたらいいことがあるかもしれないよね。載せたらプラスになることはあるかもしれない、まあ女の子は見てくれるかもしれないしね。ちょっと聞いてみますね、載せていいか。ちょっとなんかね、そういろいろあったんだよね、載せるときに。グレールさんのこの企画のやつ確か、なんかちょっと聞いてみて、載せれそうだったら載せます。うん、頑張って作ったから。今日それしかしてないの本当に、あと寝てたのずっと。だって出かけたいところなかったんだもん、終わってずっと寝てた。そうでもお昼過ぎ、そうお昼過ぎにメイクとか髪の毛とかして12時くらいから動画撮り始めて、動画撮ってお昼ちょっと食べて1時くらいから、うん、動画作ってた。そういっぱい寝たからね。そうなんです。そうでもせっかくそれだけだっけ、今日それしかしてないから、そう今日それしかしてないからこそ、なんかこんなに1日かけてやったのに出さないのは私ももったいない気持ちはある。あるんだよ、あるけどちょっとって思ってて。載せれる準備はあと整ってんだけどね、あと載せる自分の勇気と確認だけしてから載せようと思います。でも待って、あの今日後でちょっとインスタ投稿しようと思ってるから、そろそろ終わりにしますね。ラジオトークもあるしね。そう今ねインスタね載せる途中でショールーム始めちゃったんだ実は。今文章書いてる途中で8時になったと思ってやめたから、そうちょっと今日はまだ動画は載せないんだけど違う投稿するから、ちょっとそろそろ終わりにしますね。ランキングを読みます。13位としさんありがとうございます。12位たかさんありがとうございます。11位ケータンドカレーさんありがとうございます。10位ノブさんありがとうございます。9位サバサンドさんありがとうございます。8位今夜が山田さんありがとうございます。7位トッシーさんありがとうございます。6位ヒーラさんありがとうございます。5位ラーマさんありがとうございます。4位クリキントン長官さんありがとうございます。3位天使の分け前さんありがとうございます。2位ノートンさんありがとうございます。で1位ヨシさんありがとうございます。それではじゃあ、まあ、この後私はインスタを投稿し、で10時からラジオトークがありますので、皆さんまたラジオトークでお会いしましょう。お会いというかまあ聞くだけど、あのラジオトーク終わりのショールームは今日はお休みなのでラジオトークが最後になります。ぜひこの後10時から聞いてください。ありがとうございました。バイバーイ。